世界一の野菜になるため宿敵ピーマン王子が住む城にたどり着いたトマト魂、果たしてトマト魂はピーマン王子を倒すことができるのか。ふう、やっとたどり着いた。ここにピーマン王子がいるだ。絶対に負けたくない。俺は何としても世界一の野菜になるんだ。トマトマネギネギネギ、トマトマネギネギネギ。ん？お前ごときがピーマン王子を倒して最強の野菜になることは不可能だ。何？まずはわざわざピーマン王子が出ることもなく、私門番の玉ねぎ兵士が蹴散らしてくれるわ。玉ねぎ兵士だと？たーま玉ねぎネギネギ、泣かしてやる、泣かしてやるぞ。お前を倒さなかったらピーマン王子のもと行くことはできないのか。当然だ。よし、しょうがない、ならばお前を倒してやる。ここに世界一硬い鍵がかかった。お前みたいなトマト野郎に倒せるわけがない。その鍵を開けてやる。まずはけん玉しよう。けん玉だと？その通り。私の魔法によりこの赤い玉にお前の命、これが俺の命か、この青い玉に私の命を組み込んでやる。それがお前の命。この剣先で先に相手をザクッとやった方が勝ちだ。なるほど。じわじわと殴るためにまずは大皿から始める。大皿か。ではまずは私からだ。おう、震えるがいい、そして泣くがいい。なあ、また玉ねぎネギネギ。なあ、次はお前の番だ。トマト魂見せてやる。たーま玉ねぎネギ。なんだそのてっぴり腰は。私は次の中皿に行くぞ。何？たーま玉ねぎネギネギ、たーま玉ねぎネギネギ、トマト魂見せてやる。本気でやらないとザクーッとなるぞ。本気だ。いよいよ小皿だ。ここをクリアすると次はザクーッ。では行くぞ。ああ、よし、なかなか難しい。よし、かなりしないな。やる気があるのか。チキショー。さあ震えるがいい。かなりだ。くそー、いけだー。さあそろそろ決めてやろう。だー、玉ねぎねぎねぎ。次はいよいよザクだぞ。なぜ大皿すらできない。さあいよいよ最後の時だ。あ、ちょ待って、これザクっていくと俺死ぬでしょ。ちょっとあのここだけの話なんだけど、もう一回最初から大皿からちゃんとやれる。多分本当に。ほんと一回だけだよ。お願いしよう。行くぞ。よし。たまたまねぎねぎ、やはり無駄だったか。たまたまねぎねぎ。さあ再び終わりの幕だ。ほら見ろ、こうして、そうだ、最後はここだ。最後こうする。まさかその手があったとは。あ、しまった。そうか、こうすれば。私を倒したから抜いて、この後にはもっと強力な。やったー、玉ねぎ兵士に勝った。強かった。
強かったが、俺は何としてもピーマン王子を倒さなくてはならない。よし、先に進もう。奇跡的に玉ねぎ兵士に勝利したトマト魂は次のナス兵士の待つ前へ向かったのでした。向かったのでした。うわー、すな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 。誰だお前は。ピーマン王子の手下です。ナス兵士です。ナス兵士だと。ナス兵士です。そうか、それさよなら。ナス兵士どこに行くんです。え、この俺を倒さない限り、ピーマン王子のところは行かせないんです。ちょっとさ、さっき玉ねぎ兵士との戦いでだいぶ疲れたから、そのろー。そんな関係ないです。第 2回戦です。2回戦か。よし、お前を倒してやる。いいです。ここでは変顔3連発。変顔3連発？変顔というのは変な顔をするやつか。そのままでです。それと面白い方が勝ちだと。その通りです。わかった。よし、勝てるわけないです。勝ってやる。いいです。よし、まずは俺の変顔から見るです。おう。はいです、はいです。これに勝てるわけないです。勝ってやる。次行くです。どんな顔したっす。それ普段の顔と変わらないです。なんだと。そんなんじゃまだまだです。もう一回行くですよ。よし、くらえ。しなびてます。よし、トマトの意地見せてやる。しょぼすぎです。なんで。普段の顔と変わらないです。普段の顔と変わらないだとか。普段の顔はひどすぎるです。チキショー、言うだけ言いやがって。次で最後ですよ。お、本当にいいですか。いいよ。いいですか。絶対負けねえ。
スも倒した。さあピーマン王子待ってろ。何としてもお前を倒して世界一の野菜になってやる。泣きの一回と姑息な手段で勝利を何度も手に入れたトマト魂、次はいよいよピーマン王子との最終決戦になります。死力を尽くして皆さん頑張ってください。くわよくぞここまでたどり着いたピー。やっと会えたなピーマン王子。私はナスや玉ねぎのようにはいかないぞ。なんだとここまでいろんなことがあった。それもすべてお前を倒すためだ。お前を倒して世界一の野菜になってやる。ここでは相撲で勝負をしてもらう。相撲で勝負だと？私に勝てるかな。勝ってやる。勝って世界一の野菜になってやる。いつでも来な。よし。さあ来るんだ。はけおい。残った。うわっ。うわっ。うわっ。負けてられないか。負けてられないんだ。俺は世界一に、世界一になるんだ。ちょっと本気を出したらこんなもんピーね。くしょー、ダメだ。こんなとこで負けるわけにはいかない。もう貴様は負けているのだピー。違う、負けてない。なんだなんだそれは。もう一回。それは伝説の土下座というやつか。いいだろう。もう一回、もう一回、もう一度だけチャンスをやろう。もう一回。よし。今回はさらに本気を出すぞ。全力でいけよ俺。俺も全力でお前を倒す。よし。さあ来るんだ。よし。はっけよーい。残ったー。くわー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 さあ、なかなかやるじゃないか。なぜ私の弱点を知っているのだ。こちょこちょが負けるとなぜだ。ピーマン王子をやっつけた。なぜ負けてしまったのだ。ついに世界一の野菜になったトマト魂。しかしこの先も数々の他の野菜が待ち受けているはず。頑張れトマト魂。負けるなトマト魂。いやー